こんにちは、ゴンちゃんです。今回のテーマは鍋島直正という大河ドラマにでもしたくなるような人物についてのお話です。まず彼を一言で言うならば、佐賀を蘇らせた男、九州の片田舎、しかも破綻寸前だった佐賀藩を立て直すどころか、日本最強の科学力と軍事力を持つ藩へと押し上げた人物です。幕末の指導者といえば薩摩、長州、もしくは西郷隆盛、大久保利通、坂本龍馬あたりの名前がよく挙がりますよね。でも時代の主役は彼らだけではないということは、歴史が好きな方にはお分かりいただけると思います。日本史なんかでも幕末の佐賀藩の話は少しだけ出てきますが、その主君を深掘りした話はあまり出てこないですよね。そこでもったいないということで、今回は幕末に日本の誰よりも時代の最先端を行った人物、鍋島直正の生涯とエピソードについて詳しく解説していきます。今日の動画はですね、思わず人に話したくなるような歴史のエピソードを知りたい方や、普通の人とは違う奇才な人物について知りたい、あるいは幕末について勉強してるけどそのあたりの動きがいまいちわからないという学生さん、そんな方々にぜひとも覚えて帰ってもらいたい内容にしておりますので、ぜひとも最後までご視聴ください。では物語は時代が大きくうねりを上げる幕末の佐賀からスタートします。鍋島直正は1814年第9代佐賀藩主鍋島成直の三男として生まれました。藩主の息子ですから、当然ですが幼少期から英才教育を受けるわけですね。彼の教育係に就いたのは当時の国境である儒学のエリート、古賀工藤という人物です。儒学というのは孔子の教えをベースに出来上がった学問のことですね。超噛み砕いて言えば、人には思いやりを持って世のため人のために行動することが大事、そうすれば親子や友人とかの人間関係はうまくいくよというのが孔子の基本思想なので、いわば儒学は現代の倫理観に非常に近い思想の学問です。そんな学問のエリートということもあるのでしょうか、古賀工藤も非常に人徳のある人物であり、大人になった後も直正のブレーンとして彼を支え続けた人物です。また幼少期の直正が特に才覚を表したのが書道です。直正の書道の先生であり武家の秘書役であった小谷円斎曰く、9歳にしてその筆は成人のようだったそうです。いや、もう絶対持ってるやろと思った方、あ、ゴンちゃんもそう思いますでもね、こんな風にこの話って本当かよとこう眉唾なエピソードをいぶかしんで見るのも歴史の醍醐味ですから、今そんな風に思った方は歴史が肌に合ってるかもしれませんねさて、そんな風に幼少期からしっかり教育を受けながら成長した直正は17歳して第10代藩主に就任するのですが、その当時の佐賀藩の状況はとても厳しい財政難でした。なぜそうなったのか、それは幕末の日本が置かれていた状況に深く関係していたのです。では佐賀藩が危機に陥った2つの要因とは何か、それをご紹介しましょう。佐賀藩の財政難の大きな要因の1つ目となったのがフェートン号事件です。フェートン号事件は文化5年1808年に起きた事件で、イギリス軍艦フェートン号がオランダ船に偽装して無断で長崎港に入港してですね、オランダ商館員2人を人質にとって水や薪、食料なんかを要求してきた事件です。今で言うなら銀行強盗をイメージすると分かりやすいかもしれませんね。人質を取って金を出せみたいな。ところで銀行強盗を捕まえるのは誰ですかね。もちろん警察ですよね。ということで当時の長崎の湾岸警備を務めていたのが福岡藩と佐賀藩。1年ごとに交代制で事件の年は佐賀藩が担当しており、通常であれば1500人もの兵士が警備についているはずでした。そう、本当は1500人近くいたはずの警備兵、しかし事件当日警備に当たっていたのはたった120人ほどでした。なんと10分の1くらいの数しかいなかったんですね。
なぜそんなことになったのか。理由もこれまた単純です。警備を担当していた佐賀藩が無断で警備兵を規範させていたからです。ぶっちゃけサボりですね。皆さんならどうでしょう。銀行強盗が発生したのに近くの交番に警察がいない。しかもどうやら県が勝手に働かなくていいよと言ったらしい。これを考えるだけでもとんでもない状況ですよね。これにあと紹介員は無事だったものの、事件の責任から長崎奉行の松平康秀は切腹。警備の責任を怠った第九代藩主、つまり直政の父親である鍋島成直は謹慎処分を受けることになります。この事件以後、長崎の湾岸警備体制が見直されたのですが、それによって多額の費用が発生して財政を圧迫したのが佐賀藩財政難の大きな原因の一つとなりました。佐賀藩財政難の大きな要因の二つ目がシーボルト台風です。1828年に発生し、九州から中国地方を中心に日本を横断。その死者数2万人、負傷者数2万人という日本史上でも最大級の被害を記録した台風がありました。中でも最も被害が大きかったのが佐賀藩です。藩の中でも1万人弱の死者を出したとされ、佐賀城下では土石流により八丁馬場や伊勢の町屋が全滅し、筑後川は死体で埋まったという記録があり、これは当時の佐賀藩人口の 2% から 3% にあたる大きな数字でした。ところで江戸時代の民衆を大きく苦しめたのが飢饉です。ちょうどこの台風の数年後にも店舗の大飢饉が発生し、多くの餓死者が出てしまいますが、実は江戸時代は地球規模で見るとちょうど小氷河期に入っていた時代なのです。なので冷害や大きな自然災害などが頻発しては人々を苦しめていた時代でもあるんですね。なので直政が藩主に就任した時代も、佐賀藩だけではなく江戸幕府をはじめとして日本中の各藩が何がしらかの問題を抱え、その対策に追われていた時代と覚えておくといいですね。こういった世の中の荒れた時代に幕府も明確な解決策を打ち出すことができませんでした。幕府ができないなら自分たちで解決するしかねえってことで、諸藩がそれぞれに改革を始めたことが後に諸藩の台頭と倒幕運動につながっていく大きな要因の一つでもありました。ちなみに余談ですが、シーボルト台風の名前の由来は、この台風によって座礁した船からシーボルトが密かに持ち出そうとしていた日本地図が見つかり、シーボルト事件が露見したという説からの命名でした。しかし現在は別の説が有力とされています。フェイトン号事件に端を発する長崎警備費用の増加、シーボルト台風による佐賀藩内での大きな被害、この2つの大きな要因の他にも、借金を前提とした緩み切った資金繰りの慣例化、江戸の藩邸費用の増加など様々な要因が重なったことで、佐賀藩は財政難の状態に追い込まれていったのです。さてそんな中で第10代佐賀藩藩主となった鍋島直政、当時各藩は江戸にも藩邸と呼ばれる家を持っており、直政もそこで生活していました。直政が藩主として初めて佐賀に向かう初日、意気揚々と江戸の藩邸を出発した彼は、なんと品川までしかたどり着くことができませんでした。東京から品川ですから、現代で考えてもその近さはイメージできるかと思います。原因は直政に同行する予定の藩士たちが抱えていた借金でした。彼らの借金を取り立てようと藩邸に商人たちが押し寄せてきたのです。しかもその借金の原因も、そもそも藩の財政難によって家臣たちに給料を払えていないからだったのです。給料を払えていないのですから、これはもう現代のブラック企業も真っ青のブラックですよね。当時の大名や武士たちの経済状況を描いた浅田次郎の大名倒産や映画武士の家計簿、
都の利息でござるなどご覧になれば、経済が困窮していた当時の生活ぶりがよくわかりますよね。この事態を目の当たりにした直政は、佐賀藩の置かれている状況を痛感し、涙を流すほど大きなショックを受けました。その後、なんとか佐賀入りを果たした直政は、早速財政改革のために動き出します。しかし最初に打ち出した方策は、質素倹約に努めて借金を減らすというごくごくありきたりなものでした。当時の藩内の財政感覚はゆるゆるに緩み切っており、そこに新任の藩主で年若い直政が質素倹約を訴えたところで、重臣たちも何を言いましたらと従おうとはしませんでした。さらに追い打ちをかけるかのように、天保6年1835年には佐賀城で火災が発生。これにより佐賀城の二の丸が焼け落ちてしまいました。普通ならまさにもう泣きっ面に蜂とも言える状況です。しかし実はこの火災こそが、鍋島直政という人物が後世にまで名を残す人物になっていく上での大きなターニングポイントでした。死に体の佐賀藩を復活させるだけではなく、果ては日本の趨勢すらも左右した鍋島直政の逆転の大改革とは果たしてどんなものだったのかを見ていきましょう。佐賀城二の丸の焼失による最も大きな影響、それは藩政の実権が直政に移行したことでした。実は佐賀城で火災が起きたのはこれが2度目です。享保11年1726年に発生した1度目の火災で佐賀城の本丸は焼失しており、それ以来本丸は再建されないまま、佐賀藩の政務は二の丸を中心に行われていました。そんな中で2度目の火災によって二の丸も焼失したことで、直政は城の再建案を作成します。その際に直政は本丸を再建して行政組織を本丸に集めることで、藩主自らがスピーディーに政治の指揮を取れる体制を整えたのです。こうして藩の実権を掌握した直政は、人事や農政での改革プランを次々と断行していきます。まず人事面では役人の3分の1をリストラして、身分に関係なく優秀な人物を藩政の中心に登用することにしました。保守的な人物ではなく、日の目を見ずにまだ埋もれている有用な人材を積極的に登用することで、藩の内政の風通しを良くしようとしたのです。実際直政の幼少期からの先生でもある古賀国道も、直政に対する意見書の中で当時の佐賀藩の停滞ぶりを以下のように嘆いていました。直政様はいつも領民のことを思い、節約に努めるなど民のためになる行動をしていただいており、ありがたい限りです。それなのに家臣の者どもは嫉妬、優柔不断、負け惜しみの3つの病を抱えているようなありさまです。自己啓発の意識も低く、自ら学ぼうとする意識もこれまた低い。戦のことなどもろくに知らない者もいる状態です。こんな風に密かにその停滞ぶりを直政に報告していました。要するにチクったわけです。同時に古賀はその意見書の中で有用な人材を登用することを進言しており、それが直政の以降の改革の大きな指針となっていきます。農政面では小作料の一時的な猶予策を実行しました。小作料とは地主から土地を借りて農作を行う小作農民が支払う、いわば土地のレンタル代のことです。一時的とはいえ、レンタル代を払わなくてよいと言われれば、当然地主たちの反対は予想できるかと思います。しかし直政はその反対を押し切ってでも改革を実行しました。それにより農民たちのモチベーションは増加し、農村は安定、それにより財政の立て直しに成功することになりました。また直政が行った改革の中で、後々まで大きな財産を残すことになったのが教育改革です。講道館という藩の学校を移転拡張し、なんと江戸時代にもかかわらず全藩士の子供や兄弟に対して教育を受けさせる、今でいうところの義務教育を導入したのです。しかもただ教育を受けさせるのではなく、現在のように小中高
大学にあたる学校の区別を設けた教育システムまで確立していました。日本で初めて義務教育が明示されるのは明治19年1886年の話なのですが、直政が教育改革を始めたのは天保11年1840年のことです。つまり直政はおよそ半世紀後に生まれる教育システムを先駆けて佐賀藩に導入していたことになります。講道館で優秀な成績を収めた者は身分に関わらず登用すること、逆に25歳までに一定の成績が収められなければ家の給料が減らされ役人にも登用しないことも明示しました。どんな人でも頑張れば自分の将来が大きく開けることが明示されているというのは当時の人々にとって大きなモチベーションとなったことでしょう。まさにそんな飴と鞭の両面までしっかりと用意させていました。こうした教育改革によって佐賀藩の役職は世襲制から優秀な人材を登用するシステムへと切り替わり、講道館から優秀で学習意欲の高い人材が多く生まれることになります。後の早稲田大学創始者にして総理大臣を2度務めた大隈重信、日本の近代司法の基礎を築いた初代司法卿江藤新平などもその出身者の一人です。財政、農政、教育、人事の課題を瞬く間に解決し藩内の立て直しに成功した鍋島直政。しかし同時期国外から新たな危機が日本のすぐそばまで迫っていました。それがアヘン戦争です。アヘン戦争とは1839年から起こったイギリスと清の間で起こった戦争のことです。当時イギリスでは今でこそ代名詞ともいえるお茶を飲む習慣が広まり始めた時期であり、イギリスはお茶を清から輸入していました。当初イギリスは綿織物を清に輸出して貿易をしていたのですが、これが全く売れずにイギリスは貿易赤字に陥りました。貿易赤字を回収するために何を売ればよいのか考えた末にイギリスが思いついた方法、それは麻薬であるアヘンを売る方法でした。イギリスは植民地であるインドにアヘンの元になるケシの花を栽培させアヘンを輸出、そしてその対価として清からインドへ流れた銀を親玉であるイギリスが回収するというシステムです。これがいわゆる三角貿易。この三角貿易によってイギリスは貿易赤字を解決しますが、清国内ではアヘンが蔓延し当然その取り締まりを強化します。するとこれにイギリスは大激怒、なんと麻薬をきっかけに戦争にまで発展してしまい、イギリスの武力の前に清は大敗北を喫してしまいます。そしてこのニュースは日本にも大きな衝撃をもたらしました。当時の日本人にとって清は押しも押されぬ大国です。そんな清があっさりと打ち破られたことで日本国内に明日は我が身なのではという危機感が広がりました。中でも最も強い危機感を覚えた人物の一人こそ鍋島直政でした。このままでは日本も清の二の舞になれかねない。長崎警備を担当する佐賀藩の主君としてその危機感は実感を伴ったものだったのかもしれませんね。改めて解剖強化の重要性を認識した直政はすぐさま防衛のための軍備強化に手始めに佐賀城下に武器の訓練場や製造場を設けると、天保14年1843年にはモルチール砲と呼ばれる西洋式大砲を日本で初めて完成させます。それ以降も大砲の製造と砲術の研究を担う機関として佐賀藩火術方を設置して防衛力強化を推進していきました。また長崎に軍艦が停泊していれば自ら乗船して視察するなど自分の目で確かめることで西洋に対する知見を深めていきます。そうした結果と知見をもとに直政は幕府に解剖強化の重要性を提言していくのでした。しかし冒頭で説明した通り、この時期は幕府も財政難な上に情勢も不安定だったこともあり、直政の提言は受け入れられませんでした。なので直政はそれらの防衛改革をなんと自分たちで行うことにしました。ところで欧米に対抗するといってもそのために必要なものは何でしょうか。その問いに対する直政の考えはこうでした。
それは欧米に対抗できるだけの防衛力を実現する鉄製大砲、そして欧米の軍艦と同じスピードを実現するためのエンジン、つまり蒸気機関です。産業革命はおろか、明治維新さえも始まっていない江戸時代において、直政は佐賀藩だけの力で、いまだ日本で実現していない2つの最先端技術の実現を目指したのです。まさに未来を切り開く開発プロジェクトが佐賀の地で人知れず始まろうとしていました。まさにこの時代の主役は佐賀ですよね。鉄製大砲を製造する上で、まずは絶対に実現させなければいけないものがありました。それが反射炉です。鉄製大砲を製造するには大量の鉄を溶かすための設備が必要です。反射炉とは、燃料から生じる熱を炉の天井や壁で反射させることで温度を上げて鉄を溶かす、当時世界最先端の製鉄設備でした。しかしその実現には高度な技術を必要とし、日本ではまだ確立されていない技術の一つでした。つまり当時の日本では鉄製大砲が実現していない以前に、そもそもそれを作るための設備さえも実現していなかったのです。そんな反射炉を実現させるため、佐賀藩内では各分野の精鋭たちが集まったプロジェクトチーム、追い立て方七賢人が設立されました。直政の命を受け、以前より大砲や反射炉の技術研究を行っていたプロジェクトリーダー元島東大雄、製造のための財政を取り仕切る田代孫三郎、海外の大砲製造の書物を翻訳してテキストを起こす杉谷陽介、その翻訳した文章を官窯両学の観点から考察を加えて設計書を仕上げる田中虎六郎、当時の数学者にあたる和算家の馬場栄作が行った計算をもとに設計、その設計をもとに鋳物師の谷口八重門、陶工の橋本新左衛門が鋳造を行う、海外の学問に精通した技術者と日本伝統の技術力を誇る職人たち、まさに当時の佐賀における各分野のトップランナーたちの手によって研究は進められていきました。当初は何度やってもうまくいかず、時には度重なる失敗から自ら切腹を願い出たことがあったほどでした。しかし直政の説得の末に研究を続け、1852年ついに佐賀藩は日本初の鉄製大砲の鋳造に成功したのです。同時に鉄製大砲実現によって、この時用いられた築地反射炉は日本初の実用反射炉として、その名を歴史に刻むことになりました。これにより佐賀藩はまだ日本のどこにもなかった世界最先端の製鉄技術と最新最強の軍事力を有する藩へと変貌したのです。折しも翌年の嘉永6年1853年には、浦賀にペリーが来航し、強硬な態度で日本に通商を迫ってきた年です。その同年にロシアからもプチャーチン率いる使節が来航するのですが、長崎の硫黄島で彼らが目にしたのは、ずらりと配備された最新式の鉄製大砲でした。これによりロシアの使節団はペリーのような強硬策を取らず、終始友好的な交渉となり、佐賀藩は幕府から膨大な恩賞を受けることになりました。こうしてみれば、かつてフェートン号事件で大失態を犯した佐賀藩は、今では欧米に対抗できる防衛力を日本にもたらした藩として、その名誉を取り戻したとも言えますね。さらにその後もペリー来航を受けて、幕府が佐賀藩に対して鉄製大砲を注文、江戸の台場の増強を図るなど、日本における佐賀藩の重要性はどんどん大きくなっていったのです。佐賀藩の躍進は軍事面だけではありません。佐賀で鉄製大砲が実現したのと同時期、ある一人の人物が佐賀藩に戻ってきたところでした。彼の名は佐野常民、後の日本赤十字社の創設者となる人物です。佐野は講道館を飛び級で卒業するほどの秀才で、当時は江戸や京都など日本各地で蘭学修行へと出ていました。そんな彼が直政からの要請を受けて佐賀に戻ることになるのですが、ただでは戻りません。なんとその時滞在していた京都で、指折りの有名な蘭学者や科学者、
細工師4名をスカウトして佐賀に戻ってきたのです。そして佐賀に戻った佐野たちが中心として作り上げたのが精錬型と呼ばれる当時最先端の理化学研究所です。最新の研究施設に優秀な人材が集まったその場所では日夜幅広い分野の研究が行われました。蒸気車、蒸気船、雛形の製作に始まり電信機、ガラス、写真技術の研究などそれらはまさに明治時代の日本の産業革命を彩る発明の数々でした。振り返れば直政は財政難の中でも行動感を拡張して教育改革に注力していましたよね。その結果として佐賀藩では多くの優秀な人材が生まれ今まさにその成果が大きな実を結び始めていたのです。さらに直政は反海軍組織のために三重使い軍所を設立、西洋式の造船所と洋式海軍の教育施設という2つの側面を持った機関であり、そこでは海軍の養成だけではなく蒸気船の製造も進められました。そして1865年慶応元年ついに日本初の実用蒸気船である両風丸を完成させます。高い先見性を持ったリーダーである鍋島直政ですが実はその側面は医学の面でも見られます。当時世界中で恐れられていた病気である天然痘が大流行した際には誰もやりたがらなかった手刀と呼ばれるワクチン接種を直政自らが実行します。なんと自分の息子にワクチン接種を行わせることによって人々のワクチンに対する不安を一掃、これを機に佐賀だけではなく日本全国への手刀は普及し日本での天然痘防止に大きく貢献していきます。また当時の医師は世襲制が通常でしたが医師は人の命を預かる重大な職業であるとして1851年嘉永4年にその制度を変更します。寮内すべての医師に試験を受けさせ合格した者だけに面接を与えるシステム、つまり日本で初めて医療免許制度を確立したのも鍋島直政でした。こうして軍事、科学、医学と様々な分野で日本の第一線に立った佐賀藩の実力は薩摩、長州、土佐に並ぶ雄藩の一つに数えられるまでになり幕末を指導する藩の一つにまで成り上がったのです。欧米からの外圧に対抗すべく築き上げられた佐賀藩の力、しかしその力が発揮されたのは皮肉にも海外ではなく国内に向けてでした。黒船来航以後の一連の不平等条約の締結により幕府の権威は失墜し尊皇攘夷の機運が大きく燃え上がります。1867年の大政奉還により江戸幕府は終わりを迎えるものの、旧幕府軍と新政府軍そのどちらにつくのか、当時最強ともいえる軍事力を誇っていた佐賀藩の立ち位置は日本の趨勢を大きく左右するものとなっていました。当初直政は自分たちが培ってきた力を同じ日本人に向けることをためらい中立の立場を守りますが、その後の戦況の傾きによって新政府軍につくことを選択しました。当時最新式の重火器に加え最先端の大砲であるアームストロング砲の使用によって新政府が自立していこう、直政は体調を崩すことが多くなりますが、それでも日本の発展のために精力的に活動を続けます。海軍設立建議書の提出やロシアの南下政策への警戒から北海道を開拓する開拓使の設立を後押しし、その初代長官にも就任しています。死に体だった佐賀藩を蘇らせ、軍事、技術、医学、教育とあらゆる面で当時の最先端を行う藩へと押し上げた鍋島直政。1871年、去年58歳でこの世を去るまで日本の発展のために活動し続けた彼の功績は後の日本の近代化の大きな礎となったのです。はい、というわけで江戸時代最強の技術王国を実現し世界に誇る日本の礎を築いた鍋島直政を紹介しました。この動画が良かったと思われたら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。